鎌倉幕府。鎌倉幕府は、日本の武家政権。同幕府の、約150年間を、鎌倉時代と呼び、源の頼朝を創設者とし、北条時政、北条義時らを中心とした、坂東武士が鎌倉に設立した幕府である。頼朝の死後、御家人の権力闘争によって、頼朝の着流は断絶し、その後は、義時の着流である徳捜が、 同幕府の支配者となった。武家政権は室町幕府、江戸幕府へと継承された。まず1180年、自称4年に鎌倉の大倉号によりともの屋敷となる大倉御所が置かれ、また、幕府の統治機構の原型とも言うべき侍所が設置されて、武家政権の実態が形成された。朝廷は、樹影2年10月戦時。 1183年で、頼朝に対し、東国における荘園、高領からの官物、年貢納入を保証させると同時に、頼朝による、東国支配権を公認した。旦那浦の戦い、1185年で兵士を滅ぼし、同年、文治の直居、1185年では頼朝へ、与えられた諸国への守護、自動職の設置、任免を許可した。そして1190年、 研究案年頼りが、県大納言県右この江大将に任じられ、苦行に列紙省園領師の火星期間たる万所解説の件を得たことで、いわば統治機構としての合法性を帯びるようになり、さらに1192年、聖意大将軍の宣言がなされた。こうして、名実ともに武家政権として成立することとなった。守護の設置で諸国の治安維持を幕府は担当したものの、 その支配は限定的であったが次第に範囲を拡大し、上級の乱や現行を経て、徳宗家の先制支配が全国的な支配権を確立するに至った。当時、武家政権を幕府と呼んでいたわけではなく、朝廷、訓下は関東と呼び、武士からは鎌倉殿、一般からは武家と称されていた。あず鏡に聖遺体将軍の館を、 幕府と称している例が見られるように、もともと幕府とは、将軍の人称、館を指す概念である。武家政権を幕府と称したのは、江戸時代後半、幕末になってからのことであり、鎌倉幕府という概念が登場したのは、1887年、明治20年以降とされる。以上の理由から、鎌倉幕府の統治機構としての概念、あるいは、成立時期というのも、後世の、 近代歴史学上の捉え方の問題であり、一応の通説があるとはいえ、統一された見解がないのが現状である。歴史学者の林家達三郎は、そもそも幕府というものの本質をいずれに置くのか、歴史学上未確定であると述べている。鎌倉幕府をめぐる論争としては、中世における国家という観点から、朝廷と鎌倉幕府の関係をいかがに捉えるかという、 学術上の論争がある。通説では、中世の国家の性格として、鎌倉幕府を中心とする、在地領主層を基盤とする、封建国家、すなわち、鎌倉幕府を中心とした国家間が定着しているが、あくまで国家の中心は朝廷であり、公家、寺家、そして武家の権門が、相互補完しながら、国家を形成していたとする、黒田敏夫らの権門体制論。 そうではなく、西国の朝廷に対して東国に事実上の国家を立したとする佐藤新一らの東国国家論がある。現在、鎌倉幕府の成立年については、頼朝が東国支配権を受立した自称四年1180年、事実上、東国の支配権を承認する樹影二年の戦地が下された樹影二年1183年、 公文書及び文中書を解説した、元略元年、1184年、守護、自党の任命を許可する文治の直挙が下された、文治元年、1185年、日本国総守護自党に任命された、研究元年、1190年、聖意大将軍に任命された、研究3年、1192年など様々な意見が存在する。当初の鎌倉幕府は、 鎌倉殿を主催者とする武士を主犯とした地方政権で支配は東国を中心としており上級の乱を全国政権へと飛躍し権力を拡大させたものであるがそもそも当初から全国政権を施行したわけでなくあくまで朝廷権力を前提とした地方政権であったその大きな理由の一つが鎌倉幕府が松園綱領政を前提とした政権であることである 地方で土地を私有する武士団の起源は、天平15年743年、朝廷が効果的に修繕を行うべく発布した、近伝永年資材法の施行により土地私有が公認されたことに由来し、古来の豪族や有力農民などが土地を私有するようになったが、国士による厳しい調税を回避すべく有力地主たちは苦行に土地の一部を寄進し、荘園の召喚、 開発領主としての地位を得たことがきであった。寄進した貴族の保護は受けるとはいえ、今度は寄進した荘園領主からの取り立てや国士との摩擦、近隣豪族の侵略も絶えず、有力農民たちはいつしか武装するようになり、武士が誕生する。やがて有力農民たちに由来する武士は武士団の起源となり、都から派遣された下級貴族や官人僧、さらに、 源氏や平氏など上級貴族を上位の東領として仰ぎ、主従関係を結ぶことによって本領安度を確実なものとした。東領の戦に従軍し、新たな領地を与えられることで、繁栄の糸口を得たのである。源頼朝はそうした各地の武士団をすべる貴族の名門中の名門であり、頼朝の鎌倉幕府とは御家人となった武士に、 自党職を授けることで本領安動を行い、武功により新たな領地を与える新恩休養を行う、まさに昇園考領制を媒介としたご恩と奉公により武士の利害を代表する政権であったと言える。そして、そうした鎌倉幕府の主な基盤であったのが関東を中心とした東国であったという点であり、鎌倉幕府の政治的基盤及び軍事的、 経済的基盤は頼朝が平士追悼などで獲得した関東治業国、関東五領であった。そして、鎌倉幕府が朝廷権力を前提とした政権であるという二つ目の理由が、鎌倉幕府が律令法制上、様々な存立根拠を満たして成立しているという点である。元々伊豆で、昼が小島の留任であった頼朝が、 平氏追悼の兵を挙げる前提となった出来事は、持ち人の、いわゆる、領事、厳密にはご教書であった。大馬影地下をはじめとする関東の兵警法武士団を破った頼朝は、自称四年、1180年、鎌倉に拠点を置き統治を開始するが、この時点ではまだ、平の真っ盛とと変わらない、極主的な政権に過ぎなかった。しかし、受英二年、 1183年に入り、朝廷は頼朝を平家に敗れて、留人となる前の十五位下に服し、頼朝の要望に従い、兵士が東国で行った省園や、高領の横領を廃し、元の国士や省園領主に帰属させる権限を承認する、いわゆる東国佐多権を付与した。そしてこの権限の履行のために、東国の地方官である国家を指揮する権能も認められたのである。 いわゆる受英二年十月戦時である。元略二年、千百八十五年三月二十四日には、壇の裏の戦いで、兵士を滅ぼすことに成功した頼朝は、朝敵追悼の功労者として、平家の所有していた荘園、いわゆる平家木管領の支配権を要求して、承認され、後に、鎌倉元直轄の荘園、関東御領と呼ばれる所領を獲得した。また、兵家滅亡後、 よりともに反旗を翻した弟、源義常と王子、源幸家が、後白河法皇からよりとも追悼の印前を賜ると、よりともはこれに抗議し、朝廷をよりともの推薦した苦行を偽装として、偽装をもって、朝廷の政治を担当させること、義常、幸家追悼の印前を発すること、加えて、その追悼のために東国及び機内に守護及び児童を置くことを認可し、 さらに、荘園綱領を問わず、単別五将の兵浪米の長州県を頼朝に与えることを求めた。いわゆる文事の直挙である。その後、頼朝は、東北に強大な独立勢力を築いていた、欧州藤原氏を滅ぼした。研究元年、1190年11月、上落を果たした頼朝は、征夷大将軍の宣言を望むものの、後白河法皇より拒否され、 代わりに、県大納言県右この大将に任ぜられた、以外はすでに原略2年、1185年に十二位に除され、文治5年、1189年に、正二位に、少女されていた。これによって、三位以上の区業に認められる、火星機関万所の設置が公に認められ、それまで頼朝が独自に設置してきた、公文書を万所と改め、官職、 右この大将の略称である右大将にちなみ、右大将家政書と称した。それまで頼朝個人としての官職復帰や、東国佐田県をよりどころとしていた、鎌倉の東国政権は、朝廷公認の家政機関としての位置づけを得て、統治機構としての正当性を獲得したのである。研究2年、1191年1月15日、鎌倉に帰還した頼朝は、 年頭行事や祝い事など活気に行われる、吉書始めを行い、右対象化聖所を司る四道官として、万所別党に、大江広元、礼に、主計上、二階道行政、安主に、藤井春長、近下寺に、中原光栄をそれぞれ任じ、門中書出寺に、三好義信、侍所別党に、和田義盛、侍所士に、梶原景時、九じぶ行人に、 藤原近義他六名、京都守護に外籍で苦行でもある一条、吉康、鎮税奉行人に、うどねり山の園刑を任じ、鎌倉幕府の陣容を固めた。そして、元築三年、1192年7月12日、頼朝は朝廷から征夷大将軍を宣言された。この時代においては名誉職化していたが、戦時において、 全国の平和を動員できる聖夷体将軍への任命は、頼朝に非常体系を付与せしめることを意味した。これが幕府の主催者に世襲されたことによって、鎌倉幕府は朝廷に代わる政権として、明日ともに確立された。後に、源頼朝は武家政権の子祖として武士に申請しされることとなる。鎌倉幕府は、朝廷の公的制度である、 小園考領制を前提とし、朝廷から幾重もの権限承認、異常を受け、成立した政権であるということができる。平安時代末期、平野清盛を中心とする平氏政権が成立していたが、旧勢力や対抗勢力には強い反感、抵抗感があった。1177年の獅子形にの陰謀を講使として、反平氏の動きが活発化し、 1180年、後白河法皇の御子持人王が、兵氏追悼の兵を挙げ、すぐ討ち取られたものの、これを契機に、全国的に、反兵士を標榜する勢力が立ち上がっていった。そうした状況の中で、伊豆に流罪となっていた、源頼朝は、同年8月に拒兵し、石橋さんの戦いで敗れたが、逃亡先の安房から、和佐国、下宇佐国を行軍する間に、 関東一円の兵士系の武士団、万道兵士らの支持を獲得した。芝叩く間に大勢力となった、頼朝軍は、同年10月、先祖ゆかりの地である鎌倉へ入り本拠地とした。頼朝は、関東武士団を統率するための侍所を置き、関東武士団の代表イコール鎌倉殿と称されるようになった。その直後の藤川の戦いで、兵士軍に勝利した頼朝は、 自分を支持する関東武士団の意向を受け、関東内部の平定、経営に重点を置くこととした。1183年7月、源義仲が兵士を京都から追放したが、義仲勢力は衰退する北陸軍の天皇即位を迫り、京内で乱暴な行動を重ねた。これを憂慮した後白河法王は、頼朝へ上落を求めたが、頼朝は逆に、東海道、東山道、 北陸道の荘園、綱領を元のように国史、本所に変換させる内容の戦時、樹永2年10月戦時の発給を要求した。朝廷は、吉中に配慮して北陸道は除いたものの、頼朝の要求をほぼ認めた。これにより、頼朝は東海、東山領土の支配権を間接的ではあるが、獲得した。こうして、明実ともに、 東国の支配権を確立していった頼朝は、1184年、行政を担当する公文書、後の万所と司法を担当する文中書を置いて、政権の実態を形成していった。同時に、頼朝は、弟の源の乗より、源、義経を派遣し、兵士追悼に当たらせ、1185年、壇の裏の戦いで、兵士が滅亡し、 六年にわたる内乱が終結した。同年、源義経、源幸家が、頼朝政権の内規に違反したことを契機に、頼朝は、両者追悼の院前を、後白河法皇から獲得するとともに、両者の追分を名目に、守護、児童の任免権を承認させた。これを、文事の直挙という。これにより、頼朝政権は、全国の軍事権、警察権を掌握したため、 この時期をもって幕府成立とする説が有力とされている。守護、児頭には、兵糧米の徴収権、財庁官人の支配権などが与えられ、これは、頼朝政権が全国的に在地支配を広げる契機となった。この時の頼朝政権の在地支配は、まだ従来の検問税屋による支配に優越したわけではなく、児頭の設置も、兵士の給料。 官僚などに限定されてい1189年、頼朝政権は、義経をかくまったことを口実として、欧州合戦で、欧州藤原氏を滅ぼし、対抗しうる、武家勢力はいなくなった。頼朝政権は、自称の乱から義経追部、そして欧州合戦へと続く一連の内乱の流れの中で幕府のその基礎を固めることに成功した。このため、 内乱に勝利したから幕府ができたのではなく、幕府ができたので内乱に勝利したとする評価もある。1190年、頼朝は常設武官の最高職である右近の大将に部任されたが、同職には様々な政治的制約も付随していたため、すぐに辞している。1192年、頼朝は征夷大将軍に任命される。これにより、鎌倉幕府の形成が、 ひとまず完了することとなる。ただし、1221年の上級の乱での勝利をもって幕府の成立とする見解もある。以上のように、鎌倉幕府はもともと、源頼朝の主的政権に発している。この主的政権は、朝廷から承認されることによって、支配権の正当性を獲得していった。そのため、 幕府の支配権の及ぶ範囲は死後の設置などで諸国の軍事、警察権を得たものの、支配は主としてよりとも参加のご家人に限られ、少なくとも上級の乱までは、朝廷側勢力、検問勢やの支配権侵害しないことを原則としていた。また、幕府機構を見ると、朝廷のそれと大きく異なり、鎌倉殿の火星機関としての性格を色濃く残していた。 鎌倉幕府の確立を成し遂げた源頼朝は、昭治元年、1199年1月に突然死去した。後を継いで、鎌倉殿となったのは、頼朝の着手で、当時18歳の源頼家だった。しかし、幕府の有力者たちは、若年の頼家に政務を任せることに不安を抱き、有力後家人が頼家に代わって、 裁判と政務を執行する十三人の合議制と呼ばれる政治体制を築いた。この合議制の中心にいたのは、頼家の外籍にあたる北条氏であり、北条時政、北条義時府氏は、他の有力御家人を次々と滅ぼしていった。1200年、梶原景時の変、1203年、比企義和の変。1203年、重病に陥った頼家は、 外祖父辞世の手により伊豆の修善寺へ遊兵され、弟の源の佐根友が次の鎌倉殿、将軍位に就くと、翌1204年に死亡した。時政ら法上氏の手勢により暗殺されたと伝えられている。辞世は、将軍未朝を補佐して、執権と呼ばれる地位につき、政治の実権を握っていった。翌1205年、辞世は、娘婿の平川沙。 宮城を将軍にしようと画策朝、宮城と対立する畠山重忠を殺害し、佐根友を敗走とした畠山重忠の乱。しかし、自政のこの義時と北条政子はこの動きに反発し、有力後家人と連帯して、自政を引退させるとともに、平賀友もを抹殺した牧師事件。この後、北条義時が失権となり、 北条氏権力の確立に努めたが、侍どころ別島の和田義盛が対抗勢力として現れた。義時は計略を巡らし、1213年、和田一族を滅ぼした和田合戦。このように、武力紛争が絶えない幕府の状況は、上級元年、1219年1月の将軍、源、佐根友の暗殺という最悪の事態に至る。 よりともの直系が断絶し、困惑した幕府は、朝廷へ、新郎将軍を要望したが、時点の君、後鳥羽上皇はこれを拒否し、曲折の末、よりともの登園にあたる、石関家のよう藤原頼りが新将軍イコール鎌倉殿として迎え入れられた。この後の二代の鎌倉殿は、石家将軍と呼ばれる。こうして、幕府の実権は、 執権の法上史が掌握することとなった。言葉条項は、時点として、先制的な政治を施行し、幕府の存在を疎ましく感じていた。サネ友の暗殺を、幕府の混乱、弱体化と見た言葉は、幕府打倒を計画するようになり、政権を朝廷に取り戻そうと考えた。そして、上級3年、1221年5月、言葉は、 北条義時追悼の院前を発した。それまでの歴史から言葉は、ほどなく、義時が討ち取られ、関東武士たちも基準すると見込んでいたが、幕府側は、よりとも依頼朝以来の御恩を訴え、御家人の大多数を味方につけた。そして、短期決戦策を取り、二ヶ月も経たないうちに、朝廷軍を打ち破った。幕府側の主導で、戦後処理が進められた。首謀者の言葉上皇、 そして、言葉の警符の条項、御子が、流罪に処せられ、中京天皇は、大尉、朝廷側の貴族、武士も多くが死罪とされた。当時の人々は、自転の君をはじめとする、朝廷側の条項、天皇、初心が処罰される事態に、大きな衝撃を受けた。当時の社会における、価値観は、正反対に転換した。朝廷の威信は、文字通り地に落ち、幕府は、 朝廷監視のために、六原短大を置き、朝廷に対する支配力を強めることとなる。乱直後、朝廷は時代の天皇を誰にするかを幕府へ図った。これ以降、朝廷は時点、天皇を決定する際は必ず幕府の意向を確認するようになり、幕府と朝廷の立場が逆転したことを物語る。1224年に、北条義時、 1225年に、北条政子や大江広元といった、幕府創業世代が死去し、義時の子、北条康時が執権となった。康時は、世代交代期の混乱を防ぐため、叔父の北条時夫さを、執権の補佐役といえる連署に充てるとともに、政治意思決定の合議機関である表情集を設置し、集団指導体制を敷いた。これには、基本的に、鎌倉幕府は、 鎌倉殿、将軍と個々の御家人の主従関係によって成り立っているという事情がある。法上氏も鎌倉殿の家来の一つに過ぎず、数ある御家人の第一人者であっても主君ではなかったのである。上級の乱を急増した訴訟事件を公平に処理するため、安時は明確な裁判基準を定めることとした。これが御成敗式目と呼ばれる法典、武家法であり、 平易で実際的な法令と評価されている。後の室町幕府もこの法令を原則として継承している。また、安時は式目制定にあたって朝廷の司法権を侵害するものでないことを強調している。こうした安時の一連の施策は、執権政治の確立と捉えられている。鎌倉幕府は、頼朝以来、 鎌倉殿の個人的な資質に依拠するところが大きく、その組織も鎌倉殿の火星機関を発展させただけのものった。しかし、安時が確立した集団指導体制、明確な法令による司法体制は、個人的な資質などの不安定な要素に左右されることはなく、安定した政治結果を生み出すものだった。安時の孫、北条時よりは、 安時の執権政治を継承していった。時よりは、司法制度の充実に力を注ぎ、1249年、裁判の公平化のため、引き付州を設置した。一方で、執権権力の強化にも努めた。1246年、時より廃除を企てた前将軍、藤原頼常と、名古屋光時一派を、幕府から追放する宮騒動と、 1247年には有力、御家人である三浦安村の一族を倒滅した宝合戦。1252年、幕府への謀反に加担した将軍、藤原頼次が敗され、代わりに宗方新郎を新将軍として迎えることに成功した。これ以後、新郎将軍、宮将軍が代々迎えられ、新郎将軍は、 幕府の政治に参与しないことが通例となった。こうして、新郎将軍の下で先制を強めていった北条氏は、権力を北条宗家へ集中させていった。時よりは、病のため執権職を北条氏主流の赤橋長時に譲ったが、実権を握り続けた。これにより、政治の実権は、執権の地位と乖離していく。北条宗家を、当時、徳宗、徳宗と呼んだことから、 上記の政治体制を特捜先生という。時よりの死後、特捜の地位を継いだのは、この北条時宗だった。自習が特捜となった、前後の1268年、モンゴル帝国第五代大大案の首来が高来を、通して、長考を要求してきた。朝廷は、対応幕府へ一任し、幕府は回答しないことを決定、西国の防御を固めることとした。 1269年と1271年にも、モンゴルから国書が届き、朝廷は、編書送付を提案したが、幕府は、当初の方針通り目札を選んだ、外交権も幕府が握っていたことを表す。モンゴルから国語を改めたもとは、文英十一年、1274年10月に、九州北部を襲撃したが、鎌倉武士の頑強な抵抗にあったため、赤坂の戦い、 と理解方の戦い、元軍は夜間に強行撤退し、帰還途中に暴風雨を受けて大損害を被った。これを文英の役という。幕府は朝廷と一体になって国家鎮護にあたることとし、最国の警護を再強化するとともに、それまで幕府の支配の及ばなかった朝廷側の支配地、本所一円地からの人員、兵糧の調達が認められるようになった。これは、 幕府権力が全国的に展開する一つの契機となる。さらに幕府は警護を強化する一方で逆に大陸に進攻する計画を立てたが、この計画は途中で頓挫した第一次高来征抜計画。元は公安四年1281年、九州北部を中心に再び日本へ進攻した。この時は二ヶ月近くにわたる日本軍の頑強な抵抗にあい、 滋賀島の戦い、行島の戦い、高島沖海戦、進攻が停滞していたところに台風により大被害を受ける。さらに、日本軍による総攻撃を受けて元軍は壊滅した三ア海上合戦、高島総統戦。これを公安の役という。前回の襲来と合わせて元寇と呼ぶ。対象した幕府は直ちに大陸に出兵して反撃する計画を立てたが、 この計画も実行はされなかった第二次高来性抜計画。この間、自習は非常事態への迅速な対処を名目として、時間のかかる合議ではなく、一門や側近、おうち人というらと戦談で政策決定していった。こうした中で、おうち人のトップである内官僚が次第に権力を持ち始め、公安期には内官僚の平頼綱と、 有力御家人の足立安森が拮抗していた。安森は、自衆の理解も得て、幕府の経済基盤の充実を図るとともに、御家人の地位を保障する政策を実現しようとした。しかし、自衆が1284年に休止すると、翌1285年、平より綱は安森を突如襲撃、殺害し、安森派の御家人らを討伐した、下月騒動。この事件により、 特捜先生が完成したとされる。この頃、朝廷においては、誤佐賀天皇以後の行為をめぐって、大閣寺党と寺明院党の二系統に分立して、幕府に皇位継承の調整を求めた。幕府は、両党鉄立原則を示して、仲裁に当たるとともに、内外の危機に対応するために、幕府は朝廷に対しても、特性と呼ばれる政治改革を要求した。これを受けて、 亀山上皇は、公安9年、1286年12月に、陰氷城を特製沙汰と雑草沙汰に分割、続いて、伏見天皇は、昭和6年、1293年6月に、記録書組織の改革を行って、政治組織の刷新を行って、円滑な政務遂行を図った。だが、皇位継承と特製実施の過程において、 幕府との対立が表面化するようになり、朝廷内に再び反幕府の動きを潜在化させる原因となった。平頼綱は、自習を継いだ年少の宝城貞時を補佐し、特捜先生の強化に尽力した。現行防衛に働いた九州御家人の恩賞、訴訟を判定するため、足立安森は九州に抗議制の武行、鎮税団議賞を言いたが、頼綱はそれに変えて、 特捜派で固めた新機関、鎮税短大を設置した。頼綱な政権は、この機関を通じて、最国の荘園、公領への支配を強めていった。その反面、さらなる現行の可能性を根拠として、御家人らへの温床給与はわずかにとどまった。1293年、成人した、北条貞時は、平頼綱な一族を倒滅した、平禅門の乱。定時は、 政治の実権を内官僚から取り戻し、実質的な特捜先生を一層強化していった。まず、与立な政権下で停滞していた、訴訟の迅速な処理のため、合議制の引き付け集を廃止し、判決をすべて定時が下すこととした。当初、ご家人らは訴訟の進行を歓迎したが、ほどなく、独裁的な判決への反発が高まった。そして、永遠五年、 1297年、大彗星が現れると世相に不安が広がり、当時の特性関連に従って、佐時は財物を元の持ち主へ無償で帰属させる永人の特性例を発布した。この特性例は当時、普及しつつあった貨幣経済に深刻な影響を与えるとともに、社会に大きな動揺をもたらした。その後、執権職は佐時に代わって、 北条史流の4人が次々に受け継いだが、定時は特捜として幕府を実質的に支配し続けた。定時の時代には北条一門の治療国が著しく増加した。その一方、一般のご家人層では、異国警護番役や長戸警護番役などの新たな負担を抱えるとともに、貨幣経済の普及に十分対応しきれず、分割相続による所領の細分化などもあり、 急速に階層文化が進んでいった。中には所領を増加させるご家人もいたが、没落傾向にあるご家人も少なくなく、所領を売却したり、出入りするなどして失い、幕府への禁止ができない無足ご家人も増加していった。一方で彼らから所領を買収、取得することでのし上がる者も,もおり、その中には非ご家人も数多く含まれる。こうした無足ご家人と、 力をつけた日ご家人は、悪党化し、社会変動を一層進展させた。そのような中で、加元三年、1305年、佐田時は、北条氏諸家の重心である連所、北条と木村を中殺し、特捜家の権力を、さらに強化しようと図ったが、北条氏一門の抵抗を受けて失敗、加元の乱した。乱の後、佐田時は、叫びたりとなって、政務を放棄し、北条初家や、 大内人らによる、寄り合い衆が幕府を主導し、特捜の地位も将軍同様の形式的なものとなっていった。1311年、定時が死去すると、この北条高時が後を継いだ。9歳の高時の補佐役に、平頼綱の一族の長崎高綱、長崎延期と、足立一族の生き残りの足立事件がついた。当時、悪党と呼ばれる、新興勢力が現れ、 自社の構想が相次いでいたが、長崎高綱、足立事件が支える特捜政権は、これらの動きに高圧的な姿勢で対処した。高時は14歳で執権となったが、父の晩年以降、特捜の地位は軽外化しており、引き続き長崎高綱、足立寺武氏らが幕府の実権を握った。高時成人後も幕府は各地で見られた。 地域独自の動きを強権的に抑え込もうとした。これにより、高時が失権となってから10年ほどは、政権は表面上安定していた。しかし、このような強権的な支配では、各地域の動きは抑えられず、次第に矛盾が大きくなっていった。一方、自習の朝廷への介入によって分裂した皇室の事明院等、 大覚寺島はさらに大覚寺島内で着流の国吉親王、五二条天皇の客難派と本来中継であったはずの五醍醐天皇派に分かれて対立しいたが、朝廷の各派はこれらの争いの朝廷を幕府に求めたため、幕府は朝廷内の争いに巻き込まれていくことになった。文法2年、1318年、五醍醐天皇が即位。彼は天皇を中心とする。 政治体制の再構築を企てた。こうした姿勢は、後位継承問題をきっかけとして、幕府の特捜先生と衝突することとなった。聖中元年、1324年、五代醐天皇の放棄計画が露呈し、日之助とも、日野都市など、側近の区下が処罰された、聖中の変。元孔元年、1331年、 五代醐天皇は再び倒幕計画を立てたが、これも事前に発覚し、翌年に天皇は沖祷へ流された現行の変。しかし、これを契機に徳宗先生に不満を持つ楠木正重、赤松のり村、ら、炎など各地の悪党と呼ばれる武士が各地で反幕府の兵を挙げるようになる。現行三、昭教二年、1333年4月。 反爆不正力の討伐のために、京都へ派遣された有力御家人の足利高氏。高氏は、名古屋公家が、小賀の縄手の戦いで戦死したのを見て、一転して、後醍醐川へ着き、5月7日に、六原丹大を落とした。六原丹楽の翌日、新田義貞が、上野国で挙兵し、150機だった軍勢は、関東御家人の指示を得て数日のうちに大軍となった。 これに対し、幕府は、桜田貞国、に、長崎高重らを将に討伐軍を組織し、大軍でもって、これを迎撃させたが、彼らは固定、笹原の戦い、久米川の戦いで敗れた。北条や水への援軍が加わった後も、奪い河原の戦い、赤戸の戦いで敗れ、幕府軍は、鎌倉へと敗走し、新田勢は、鎌倉へと迫った。5月18日、 新田義貞は数十万とも言われる軍勢で鎌倉に対し攻撃を開始し、防戦する幕府軍との間で激しい攻防戦が繰り広げられた鎌倉の戦い。当日、追い詰められた執権の赤橋森時が自害するなどしたが、地形を利用した幕府軍の激しい抵抗に、新田軍は甚大な損害を被った。5月21日。 日田義貞率いる軍勢が艦長を利用して稲村ヶ崎を突破し、鎌倉市内に流れ込んだ。両軍は市中において激戦を繰り広げたが、二十二日までに、おさらに定なお、金沢貞行不温寺はじめじなど幕府軍の有力武将が相次いで戦死、自害した。関連した、北条高時、金沢貞明、長崎遠起、長崎高助、 足立寺武たら一族、家臣二百八十三人は、五大寺の東照寺に集合し、寺に火を放って自害し果てた、東照寺合戦。同日、将軍森国新王は、将軍職を退いて出家した。こうして、鎌倉幕府と北条氏一門は滅亡し、鎌倉を陥落させた、五大五天王は、京都へ帰還して、申請を開始した、県務の申請。鎌倉入りと、 都市造営は、それまで京都の公家たちに従属していた武士の歴史として、画期的な意味を持つ。まず、頼朝は、館の建築と、鶴岡八幡宮の整備を行う。鶴岡宮は、地性的にも、精神的な位置においても、都市鎌倉の中心を占めるものであり、京都における代理に匹敵するもので、中央から下校した、天台宗、真言宗の僧が、具僧として、 運営の主導権を握っていた。そこでは、法上会といった年中行事が整備される一方、それに再始奉納されるヤブサメや笠掛けは、武家社会を代表する重要行事となった。新造の武家の塔を飾る建設は続き、源義朝の母大家地長寿院や、中村寺の二階王道を模した永福寺、十三世紀に入ると寿福寺。 東照寺といった禅宗の寺が次々に建立された。禅宗は特に保護されて、北鎌倉には虎絵像を解散とする、県庁寺や縁覚寺などの虚殺が用を示す。鎌倉幕府の存立は、武士、特に関東武士団を基盤としていた。これらの武士は、鎌倉殿、イコール将軍の家人となることで、鎌倉幕府の構成員となった。 鎌倉殿の家人になった武士は御家人と呼ばれた。鎌倉殿と御家人の主従関係は、御恩と奉公と呼ばれる、御家関係によって保持された、この制度を御家人制度と呼ぶ。以上のように、相互に利益を享受することで、両者は結ばれていた。主従の契約は、御家人が鎌倉殿に建参した、際の名簿差し出し、名簿差し出しによって行われ、幕府は御家人名簿により、 ご家人を管理した。鎌倉幕府は以下のような独自の経済基盤を有していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。